今回は14セット2ヶ月。しかもですね、やや早熟より。こっちが晩熟タイプのレントゲン。こちらが比較的早熟タイプのレントゲンという。JLP についてもう少し深掘りして説明していきたいと思います。身長ビヨン。さて、本日お話しさせていただくのは、モニターの第2弾ということですね。前回で13歳と7ヶ月のやや晩熟よりの子ね、解説させていただきたんですけども、今回は14セット2ヶ月。しかもですね、やや早熟よりといったような絵になりますので、前回で逆のパターンということで皆さんに参考になるのではないかと思いますので、ぜひ最後まで、ね、身長伸ばしたい人はご覧ください。それで、ね、画面を切り替えて今回ねモニターさんの内容を紹介していきたいと思います。はい、それではですね、まあ、今回ね14歳2ヶ月の男性のモニターさんの症例を皆さんと見ながらですね、自分が受診している彼女に見ていただいて、ぜひ参考にしていただけるといいんじゃないでしょうか。まずはですね、この方将来的に何センチになるのかをね、いつも通り予測していきたいと思います。今回ですね、かなり細かいデータをいただいておりまして、0歳0ヶ月からですね、かなり細かくデータいただいておりまして、直近14歳2ヶ月までデータをいただいているような形になります。ということでですね、まず最終身長を、ね、予測するときにね、どういう風に予測していくかってことね、またいつも通りお伝えしていきたいと思います。最終身長を予測するときですね、5個の項目を総合します。まず1番目が現在の身長、2番目が過去の身長、3番目がレントゲン検査、4番目が思春期症状、5番目が両親の身長ということで、まずこの5個をですね、総合的に考えて第一段階で最終身長を出します。それに対して採血のですね、結果を持ってその内容を補正していくっていうのが私のやり方になりますので、今回もねその方式でやっていきたいと思います。ということで、いつも通りね成長シートを使っていきたいと思います。最近ですね、ついにですけども、商標登録の方も済みましたので、レベルが上がったというような表現もできるかもしれません。この表ですね、日本人の平均的な身長伸びを表にしたものになりますので、これを使うとですね、統計学的にですね、平均的に伸びていくペースだったりだとか、いろんな傾向をつかむことができることになります。このシート欲しい人です。LINE の方で無料でお配りしておりますので、公式 LINE の方にですね、成長シート希望というふうにお伝えください。それでね、この子のデータを実際に見ていきましょうということで、このお子さんはですね、直近のデータというか、ご覧いただいた時ですね、14歳2ヶ月だったわけなんですけども、その時はですね、168.4センチ。ですので、この表をね、当てはめていくと、168.4センチですので、ここにいらっしゃったということになります。この表の使い方がすごい簡単ですよ。14歳1ヶ月だったら、ここのラインに合わせてくださいね。14歳2ヶ月だったら、こっちのラインに合わせる。14歳3ヶ月の人もここに合わせる。14歳4ヶ月の人もここに合わせる。14歳5ヶ月になったら、ここに合わせる。そんな感じでこういう風に表を使っていきますので、今は14歳2ヶ月で、ここのライン、ビーって持ってきて、168.4センチですので、今ここにいらっしゃるというような形になりますので、平均的に伸びていけば、174.5 から 175.4 センチというような表現になります。ただしこれはあくまでも日本人の平均的に伸びたらってことになりますので、例えばですけども、同じようにですね、14歳2ヶ月の子ですね、全国が1万人集めてきたらですね、おそらくですね、最終的な平均値はここに落ち着くと思います。ただし当然ですけど、個人差があるわけですね。その個人差が、ね、どういう風になっていくのかっていうのを次予測していきます。例えばですけども、早熟っていう表現であればよりこっち側に行くタイプですし、晩熟っていう表現であればこっち側に行くタイプになりますので、どちら側に行くタイプなのかっていうのを2番目以降で検証していくような形になります。それで2番目ということで、過去の身長ですね。今回かなり詳細なデータいただいております。このような形でですね、このデータ一つ目のポイント、まずここの一番初めのところですね、ここは3歳のデータになってきます。そしてここが4歳6ヶ月のデータになります。これも結構皆さんにとっても参考になると思います。まずここでバコーンと上がってます。これですね、よくあります。基本的に私の考えとしては、5歳までには非常にキャッチアップしやすいという表現だと思います。当然小さく生まれた子とかはですね、ある程度は将来も小さくなる可能性があるというふうにも言えるわけなんですけども、多くの場合で大体5歳ぐらいまでに大幅にキャッチアップして、その子が元々持っているサイズ感に追いつきます。それに対してまずね、一つ目の丸がですね、こういう風に出来上がるような形になります。このね、丸の最後の縁のところですね、ここ見てみると10歳と6ヶ月という表現になりますね。まあいわゆる小学校の高学年みたいな表現でいいでしょうかね。まあ、5歳程度から小学校の高学年までが、まあ一つの丸、そしてそこからやや上昇していく、そしてここでトップをついて緩やかですけども、こういう風に落ちていくようなカーブになりますね。厳密にここを見てみると、ここから少しも上がってるという風に捉えられるかもしれませんね。この時点だともう9歳、比較的も早い段階からですね、こう少し上り調子っていうところで、よくあるところの典型的な早熟のグラフっていうところになります。この中ですね、次にどういう風に先のグラフが形成されるかっていうのをちょっと予測してみましょう。まずこういう風にぐーっと来て、トップついてから、今回は結構ねカーブ感もあるんですけども、基本的にはこういう風に直線的に進むことが多いです。ここら辺はちょっとまあ5歳ぐらいの気持ちでいきましょうかね。そこでよく見る方法としては、こういう風に上がったら、ここがこう頂点なわけですか。こういう風にこう線引きます。線引いたら、これとこう対称に、ここの角度がね、今回であれば40度ぐらいかな。これも同じようにして、だいたい40度ぐらいの期待値になってくる。40度ここなんですね、ちょうどね。これが40度のカーブ、そこら辺が過去のカーブだけで言うと期待値になります。結構こういう風にですね、左右対称に形成されることが多いです。他のお子さん見てもそういった傾向は強いです。例えばですけども、もっとねこのカーブが強いお子さんも多分いらっしゃると思うんですね。こういうカーブの子がもしねいらっしゃったらね、そしたらここがだいたいこんなのカーブになってくる。
ここの角度とここの角度っていうのがアルファとベータだったら、アルファとベータ非常に近い値になるよってこと。ここのカーブ感度すごく大事だってことですね。こういう風に左右対称にグラフが形成されることが多いよっていう風な一つのポイントになってきます。じゃあその中でこういう風に見ていくと、ぐーっとここの方に向かっていくってことで、成長の軌道からはですね 174.5 とか 175.4 よりも低くて 170.4 とか 171.0 とか、そこら辺がまあ妥当な線でしょうという評価になります。ちょっともうちょっと角度を気にして作成してみると、こんな感じで作れるわけですから、この角度を補正してると 179.1、 単純に直線をね結んでいくようなタイプの予測方法だと171前後というような表現になってきます。そして3番目が骨の年齢ということです。今回の骨の年齢がどうだったかということなんですけども、骨の年齢は私の方だと15歳と9ヶ月という評価にしています。それも後に一緒に画面見てみましょう。こんな感じです。今回は骨年齢の方、私の方では15歳9ヶ月というふうな目視の判断になっておりますけども、機械の方で読み解くと完全にもう大人の値ということと、あとはまあ B モードですね、これは頭骨の部分ですけど 15.0 歳ということで、ほとんど私と同じかなというところで、14歳2ヶ月という実年齢から考えると早熟であるということは矛盾がないというような形になります。それでここから実際のレントゲンの写真を一緒に見ていきたいと思います。はい、ということで今回のレントゲンの内容を見ていきましょう。これですね、ここ見ていただくと、これが骨端線になります。ここがぐーっと来て、ここもやがかかってるって、骨端線閉じかけてきている。ここもそうですね、ぐーっと来て、この周りのこの白いもや、こういったのも閉じかけてきているっていう表現になっています。かなり閉じかけてきているというのはよくわかります。この端もですね、終える方も多いんですけど、今回終えていないという表現ですね。こちらに関してもこれが骨端線ですね。骨端線としては限りなくですね閉じかけているという表現になってきます。これもですね、厳密に見るけど、ここがこれ骨端線のですね跡だったわけですね。なので、まあ、骨端線が閉じているというのは非常によくわかります。ここの5番目、ここがですね残っている方も多いです。これは骨端線の残存になりますね。若干残っているという表現になりますので、骨成熟は非常に進んでいるというところになります。で、この方はですね、ここがこういう風に閉じてるわけなんですけども、前回のモニターさんのね写真を一緒にもう一回見てみましょうかね。こちらね、一つ前の動画の13歳7ヶ月のお子様のレントゲンなんです。どうですか、全然違うのが分かりますでしょうかね。先ほどのものだと完全に詰まってたとかですね、ここ今しっかり歩いてるってことで全然違うんだってところになりますので、こっちが半熟タイプのレントゲン、こちらが比較的早熟タイプのレントゲンという表現になりますので、このね違いを見ていただくと皆さんにとっても分かりやすいんじゃないでしょうか。15歳9ヶ月ということですので、仮にですよ、全部体が15歳9ヶ月だとしましょうね。すると、ここになりますね。15歳9ヶ月で 168.4 センチのお子様と、もしかしたら類似的に身長は伸びるかもしれないというふうな予測が立てられるわけですから、骨の年齢からの補正的に予測される身長というのは 170.4 から 171.0 ってところになりますので、これも一つの予測値になってきます。そして4番目ですね。4番目は思春期症状ということで、今回ですね、思春期症状としていただいたのが声変わりが11歳半ぐらいかなってお話いただいてます。声変わりとはですね、非常に判定するのは難しいですので、ざっくばらんとしたですね、指標になるわけなんですけども、よく私の方でお伝えしているのは、声変わりが12歳0ヶ月未満であれば、かなり早熟ですので、今回に関して言うと、11歳半というね、声変わりが正しいのであれば、やはり早熟というような形になりますし、他のデータから見てもね、ほとんど間違いないと思います。ちょっと思春期症状のね、私が参考にしている数字ちょっと皆さんと共有していきたいと思います。新規症状はこんな感じですね。男子の場合だと陰毛がですね、11歳0ヶ月未満だと早熟。まあこれ早熟って書いてあるんですけど、超早熟っていうような表現がいいかな。声変わりが12歳未満ってことで、まあ今回それに該当しますね。晩熟ってね、14歳とか15歳とかでそういった症状が出てくるのが一つ目安になりますので、ぜひ皆さんも参考にしてください。非常に1から4番目まで矛盾がなくて予想が立つわけになります。そして5番目とかですね、遺伝身長ってことで、お父様とお母様の身長からこの方の遺伝身長を計算してみましょう。お父様 169.0 センチ、お母様 157.5 センチ。ということで、遺伝身長ですね。お父様の身長足すお母様の身長足す13割2がですね、男の子の遺伝身長。もし仮に女の子の場合であれば、お父さんの身長足すお母さんの身長引く13割2で計算されるわけになります。今回はそれを計算してみると 169.75 ということで、今回ですね、もう限りなくこういったところが最終予測としては正しいでしょうということになってくると思います。はい、ということですね、まあ現状としてはですね、 169.1 から 171.0 ぐらいといったような、ね、評価になってくると思いますけども、そのね数字が正しいのかどうかっていうのを検討していくような形になります。実際の診療でですね、ここで採血は1週間後にお伝えしますということなんですけど、今回モニターさんですね、もう実際の採血の結果がありますのでお伝えしていきたいと思います。ということで、最終予測において一番大事になってくる骨の代謝ってことで ALP っていうのが大事になってきます。 ALP はですね、骨の代謝を表すわけなんですけども、代謝って何ですのってことですね。例えば車がどれだけ走りますかというね質問を受ければ、距離は速さかける時間なんていうふうに評価します。例えば時速 100km の車が1時間走れば 100km 走るでしょう、そういったような式ですよね。 100km の車が
は30分で走ると50キロでしょう。そういったような意味合いです。そういった中でどれだけ身長を伸ばせますかってんですね。ALP、今実際どれだけ伸ばそうとしているか、そして骨端線がどれだけ時間があるか、そういったところに類似しますので、こういったような類似関係があるわけになります。今回この骨端線という評価に関しては15歳9ヶ月 A の15歳9ヶ月の人と同じぐらい身長を伸ばすための時間が残されているという表現になります。今回ですね、まあ早熟なんですけども、決してもう伸びないとかそういったことをお伝えするものではないと思います。それで実際のね、今回の ALP の数字を見ていきたいと思います。ということで ALP はね、今回138でしたってことですね。で、この数字がどういう意味なのかってところ。ALP は身長伸びのピークだと500ぐらい。そして、だんだん落ちてきて350以下ぐらいになってくるとですね、だんだん伸びる時期がね、過ぎてきましたねってよくお話をさせていただきます。そして175を切ってくると最終身長近くで113以下だと大人の値ですので、完全にもう伸びてないみたいな評価にもなってきます。今日せっかくなのでこの ALP についてもう少し深掘りして説明していきたいと思います。ALP がどういう風な経過を追うかってところですね、説明していきたいと思います。当然ね、最終的にはこう113、これぐらいの値に落ち着くと。そしてピークっていうのは大体なんですけど、500とか600。100ぐらいを打つよというのは今説明したような形になります。じゃあどのタイミングで500になってくるのか、そして113になるのはいつなのかってことですね。そこをちょっと説明していきたいと思います。大体なんですけどね、思春期に入る前、学童期と呼ばれる時期ですね、その時期ってのは大体200から300とか、高い子と350ぐらい、350ぐらいに入りかけてくると思春期にも入ってきているような印象を受ける、そういったようなレンジでこういう風に推移していくような形になります。ここでですね、 ALP 非常にですね、こう変動性が強い値ですので、安定の波打っていきます。ここがこういう風にジョーンと上がってで、そして落ちてくると。そして先ほどもお伝えした350ぐらいの数字ですね。ここを切ってくると、まあ伸び率としてはだいぶ落ちてきたな。っていうところで、175を切ってくると最終身長近づくなってきて、最終的には113になってくるというところですね。こういう風なカーブを示すような形になります。ここをちょっと細かい話をすると、113にスコーンと落ちていくというよりは、200前後ぐらいのところで台地を形成します。正確なグラフはこういったようなグラフよりも、こういうのよりも、こういう風なグラフの方が正しいところだよね。こういう風に200前後ぐらいのところで台地を形成して、そして落ちていく。ここ粘りが大きい子は最終的に少し粘りが強い。ただし175を切ってくると、そこからのですね、下降傾向というのは比較的強いような印象を受けたりもしますので、そういったようなのも一つ参考になるかもしれません。はい、ということで今回ね、138ということで限りなく最終身長に近いということになりますので、現在の身長が 168.4 ですので、ここからですね、まあ、5センチ10センチ伸びるよりは少しですね、ここから上乗せされるといいなというような表現になってくると。というのはね、他のね、情報を見てみましょうということで、例えば男性ホルモンとかどうかなとかって見てみると、男性ホルモンは 3.91、 大人の値が 1.31 から 8.71 ですので、大人の値になっているってところになります。亜鉛の方ですね、亜鉛の方が81ということで、基準値が80から130ということです。まあもう少し理想といえば、しっかりと補充してあげて100以上に、ね、しっかりとキープして欠乏しない状態をしっかり保っていくというのがいいかもしれません。鉄に関しては、私ね、フェリチンって値をよく見ます。417から321ほどで、決して、ね、欠乏値ではありませんけども、理想を言えば100以上に保っていくっていうことも一ついいかもしれません。ビタミン、特にビタミンの D を見ますけど、これ 20.4 ということで、20以下が欠乏しず、こちらもね、下限値ギリギリというところになりますね。こういったところで改善していって、できるだけね、いい値を獲得していくっていうのをね、やっていくといいんじゃないでしょうか。14歳2ヶ月の方でもね、実際にご覧いただく方も多いと思いますので、もし早熟だっていう方に関しては参考にしていただければと思います。それでですね、今後ですね、身長に関することはね、全身全霊で、ね、配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。バイバーイ。